ラジオドラマ恋文おまんが好きだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。堀江純です。私たちは高知を地震から守ります。高知のインフラを守ります。高知のコミュニティを守ります。私たちが高知を守り元気にします。高知セーフティープロテクト総合建設コンサルタント株式会社第一コンサルタンツ。あなたに会えてよかった、心からありがとう。最後の旅立ちのお手伝い、心からのお見送り、ハートホーム紡ぎ。亜鉛タウリングリコーゲン配合の広島県産牡蠣を贅沢に使用したサプリ、海乳 EX 濃縮牡蠣エキス、一袋で牡蠣155個分、2粒で亜鉛 12mg。 お問い合わせは 0120-724614、 何しろいいよ健康サポートセンターまで。恋文おまんが好きだよ。ラジオドラマ恋文おまんが好きだよ、原作中田文、脚本監督演出おとぎ川村せんべい、第29話、春爛漫思い出の牛越天満宮の巻。キャスト桂浜の坂本龍馬、ナレーションおとぎ川村せんべい、中田文、片岡家の母の役日高よし子、片岡家父の役スペシャルゲストで堀江純、文さん友人皆さん役甲斐節子、延岡龍馬会、中田優役金子博典、中田家の親戚おじ岡本忠雄役甲斐太志、延岡龍馬会、中田家の父の役森本団長、中田家の母の役美穂ほか。日本の夜明けぜよ、いよいよこの日が来たかぜよ、運命の赤い糸が絡み合い大きな結び目となる。ここから激動の時代をたくましく生き抜く家族の物語がスタートする昨日、ますます目が離せんようになってきたかぜよ。昭和43年3月2日結婚式当日、日本晴れの澄み切った空の下、くしくもこの年はメキシコオリンピックが開幕、川端康成氏がノーベル文学賞を受賞し、若者の間では長髪とミニスカートが大流行した年である。ちょうどラジオの深夜放送オールナイトニッポンが始まり、週刊少年ジャンプが創刊され、東京では日本初の超高層ビル霞が関ビルが完成し、日本中が大いに希望と夢に満ちた時代。ゆうさん、ふみさんにとっては思い出深く、一緒によく歩いた場所、牛越天満宮で式を挙げる。とうとうこの日が、本番が来た。親父、おふくろ、頼むぜよ。どんな顔しよったらいいかわからん。娘を学生にやる片岡の両親はなんぼか心配じゃろうね。ふみさんの勇気は偉いと思うけんど。大丈夫よ、え、心配しな。おごそかに神前にて挙式が始まり、神主による祝詞奏上、三三九度の杯、そして水紙、神前にて読み上げる誓いの言葉。今日の良き日に私たちは牛越天満宮の神前にて、狼の御心によって結ばれ、ここに結婚式を行います。今後はご神徳をいただきまして、愛はし愛敬し、苦楽を共にし、平和な生活を営み、子孫繁栄の道を開き、終生変わらぬことを誓います。昭和43年3月2日夫中田優、妻ふみ。白むく姿の花嫁は当年とって19歳、立てば芍薬、座れば牡丹とはまさにこのこと、実に綺麗で可憐である。夫である優さんも
あまりの美しさに言葉をなくすほど。とりわけ神父の父片岡茂樹夫は感極まり天を仰ぐ。えいえい、まっこと綺麗じゃち。三国一の花嫁ぜよ。めでたい、まっことめでたい。ふみさん、おめでとう。綺麗よ、本当に綺麗。挙式滞りなく終え、隣席の宴会場にて披露宴が始まる。ご来賓は両家のごく近い親類とごく親しい友人に絞って合計約50名が出席。司会進行は優さんの叔父で高知市内で鍛冶屋を営み、宴席主演では面白い話を連発する人気者の岡本忠夫氏が担当。小春日和の潮江天満宮神殿にて先ほど結婚式を挙げた新郎中田優君、そして新婦文さん、本日は本当におめでとうございます。それではお待たせいたしました、新郎新婦のご入場です。おめでとう。文さん、本日このめでたい良き日に司会で進行を仰せつかりました優くんの叔父にあたります、岡本と言います。仕事は鍛冶屋、皆様方の台所を預かる包丁や釜、日常生活には欠かせないものを作っております。めでたい司会はもうお肉が入っておりまして、私酔っ払っておりますが、今日の良き日に免じてご容赦どうぞ。万歳万歳万歳、おめでとう。披露宴はつつがなく、そして新郎新婦の挨拶。本日は僕ら二人の門出の宴においでていただきありがとうございます。今日この日を迎えることができたのは他でもありません、皆様のお力添え、そして片岡家のお父さんお母さんの理解、そして中田家うちの親父お袋が学生の身の上でありながらの僕の願いを聞き入れてくれ、学生結婚することができました。必ず必ず。えいえい、約束従ぜよ。よう言うた。絶対泣かすなや。頑張れ。幸せにします。ふみさんを泣かせるようなことは絶対に絶対にありません。東京で二人で頑張ります。本日は本日は本当にありがとうございました。おめでとう。ありがとうございました。万歳万歳万歳、おめでとう。ええー、話でよの、こうしてまた一つ家族というものができたきの、まっこと親というものはありがたく、かくいうわしも実家の家族にはいっぱい迷惑をかけたものぜよ。晴れて夫婦となった優さんとふみさんは一緒によく歩いた場所牛越天満宮で式を挙げ、孝子の憂いなく晴れて二人して東京へ。乞うご期待、お楽しみに。恋文おまんが好きぜよ。いやー、面白かったですね。金子さんも今回この結婚式のですね、当日なんですよ。結婚式ですよね。いや、しかし今回ですね、かしこみかしこみ、ね、金子さん扮するユウさんが誓いの言葉を読み上げる、どうでしたか。そうですね、はい、あの誓いの言葉なんてね、はい、あの
言ってるのをあの客客あの列席の席からね、はいはい、見るのは何回もありましたね。中世変わらぬことを誓います。昭和43年3月2日、うん、夫中田優也っていうのが金子博之最近そのネタ多いんですよなんで僕は優さんの役をやってるだけです。いや僕はなんか列席して金子さんのこのことを聞きたいなと思って。夫金子博之、妻ほにゃらら、どんな名前の人が来るですからね。このラジオを聞く、ね、視聴者の皆さん、ぜひ悪いことはと思わん、もうちょっとやめ、金子さんの妻になりたいと思うことぜひ、めっちゃなんですけどおすすめです。金子さんはお買い得というか、ね、今上り坂で急上昇でございますので、金子さんのお嫁さんになっていただくあなた、うん、お願いがあるのは金子さんの健康管理ですね。なるほど、あれですね、本当金子さんの食生活だとかですね、はい、まあ、一緒にですねこの人生を楽しんでいただける方も、うん、本当マジで僕言ってますけどこれスタジオ送りと言ってこれ僕のなんか人生をですねなんかこう盛り上げてくれるような、いや僕は重なるんですよね。まあまあ確かに ね、なんか本当にこの結婚式場にいるみたいですね。時代背景をナレーションで言 うシーンがありましたよね、うん、はい、まあ、これも一つのポイントであり、うん、まあ、結婚式を垣間見るのもポイントであり、うん、4人の子供たちがこれから、うん、誕生するわけですね、はいはい、それからそれが本当の家族のスタートが今回です、はい、あの様子スタートラインが立ったわけです、うんうん、これからです。これからいよいよ本当の家族のですね、うん、物語がスタートするようなもんなんですが、4人の子供が誕生していく。原作に出てますので最初からこれ出てますけど、はい、この4人の子供たちがすくすくと育っていく様がですこれメッセージになりますね、はい、お前が好きぜよって、ね、それをこれから描いていくわけですね、はい、まあ、そんなことも含めましてですね、はい、ぜひ来週、次回ですね東京に行く出来事をですねお伝えしたいと思います。今回はですね、はい、いわゆる結婚式の模様でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。恋文お漫画好きぜよ。やがて俺たちは風になる。決断する男の後ろ姿を描いた哀愁歌、高知県観光特使おとぎが日本人の心を歌う梼原龍馬脱藩マラソンテーマソング青い風、アルバム龍馬からの手紙に収録。このままじゃいかんぜよと、日本人の誇り、日本人の美学、日本人の心を綴るおとぎ龍馬からの手紙、好評発売中。発売から30年余りのロングセラー、国内産無添加健康茶ファンメイ茶。体温を上げて体質改善、飲み出す前1ヶ月後体温を比べてみてください。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-501388 ミヤビエンファンメイ茶まで。ラジオドラマ恋文お漫画好きぜよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。堀江純です。